はい、皆さんこんにちは。司法書士 YouTuber の加陽まりのです。コロスケウイルスの、ね、影響で、もう今まで、ね、90社近くが、ね、まあ、倒産してきて、90社近く、ね、事業者が倒産してきていて、今後も、ね、増え続けるかなという予想になってきているんですけれども、その中でもですね、最近不動産業界でもですね、まあ、今話題になっている、まあ、衝撃を与えたですね、ファーストキャビンの倒産が今話題になっております。ファーストキャビンという会社はですね、ちょっと知らない方のために軽くご紹介しますと、カプセルホテルの会社でして、そのカプセルホテルといってもですね、従来のまあ簡易な感じのね、本当のカプセルホテルというような感じではなくて、こう主にですね、まあ、インバウンド外人向けの営業だったんですが、こうこのファーストキャビンという名前の通りですね、飛行機のファーストクラスをイメージした、それをコンセプトにしたホテルでして、まあすごくですね、ラグジュアリーな空間で、1階とかには、ね、バーとかがあって、すごく、高級ホテルのラウンジみたいな、内装になっていて、で、まあ、あの寝室も、まあ、カプセルホテルとは言ってもですね、こうあの飛行機のファーストクラスのようなですね、構造になっていて、非常に豪華なカプセルホテルと、豪華なんですけどカプセルホテルということでですね、まあ、売り出していた、まあ、外国人向けのですね、ホテル事業を展開していた会社なんですが、ここがですね、まあ、倒産したいたしました。で、負債11億円を抱えて、倒産してしまったんですけれども、このホテル自体はですね、結構ジャランとかでも、よく検索上位とかに出てくるんですけれども、2008年から、こうインバウンドでインバウンド向けで、まあ、経営してまして、25店舗ですね、経営してました。で、うち20店舗はフランチャイズだったんですけれども、まあ、残念ながらですね、負債11億円を抱えて倒産をしてしまいました。で、まあ、ファーストクラスっていう通常ですね、あの飛行機乗れば100万円とかね、かかると思うんですが、それをですね、まあ、5000円とかで、安くですね、その、ファーストクラスっていうのを体験できるよっていうのが、とにかく売りで、まあ、一度ですね、ぜひ、泊まってみたいなと思って、思ってはいたんですけれども、ちょっとかなわぬままですね、倒産してしまって非常に残念だなと思いました。で、このファーストキャビンはですね、大江忠さんという方が、創業者でして、この方はですね、不動産コンサルであったりとか、それから設計事務所をですね、設計運営しておりまして、運営していたんです、いてですね、かなりやり手な方だったんで、やり手な方だったんですね。で、まあ、設計事務所もですね、今後これだけじゃダメだから、まあ、こう多角化してですね、いろんな事業を展開していこうって中で、このファーストキャビンという、会社の運営等もですね、行っていたということだったんですが、まあ、なんとですね、この大江さんはですね、今年の2月4日にですね、まあ、若くして65歳でお亡くなりになられていらっしゃったということで、まあね、もしちょっとね、こうそう、まあ、時期が時期なだけに、あれなんですけれども、まあ、この創業者の、ね、方がまだですね、まあ、いらっしゃったら、まあ、これかなり、ね、やり手の方ですので、何としてでもですね、ホテルを継続していこうというような、ね、方向で、まあ、言っていたかもしれない、まあ、もう少し、ね、結果ちょっと変わっていたのかなというような気もしております。で、今ですね、このコロスケウイルスの影響で、旅館業とかホテル業っていうのは本当にですね、厳しいところに立たされています。で、ホテルっていうのは通常ですね、まあ60% か、70% ぐらいの稼働率がないと、まあ、運営していくのは厳しいというふうに、昔から言われているんですが、今ですね、このコロスケウイルスの影響下においてホテルの稼働率というのは 10% 程度であるそうです。なので今ね、アパーホテルとかもそうですけれども、1泊3500円とかね、もう格安で、もう投げ打ってる状態が続いて、おります。まあ、ただですね、まあ、この状況下においてはやっぱりインバウンドを見込めませんし、日本の国内の、ね、お客様も見込めないという状況で、まあ、どうやって、ね、解決していったらいいのか、何か私にできることっていうのもあるわけじゃないので、とにかくこれが収束して、ね、元の普通
通常のね暮らしに戻ることをまあ願うしかないんですけれども、ちょっとね 先は長いのかな、時間かかってしまうのかなというような感じがしています。まあ、あとはですね、この日本政府がねどのようにして、これらの事業をですね、まあ、助けていくのか、まあ、はたまたですね一度、やはり体力のある企業だけが残っていってしまうのか、まあ、そのあたりはちょっとまだまだね分からないところではあるんですけれども、ね、今後これからもですね、しばらくは倒産していく会社が相次いでいくなというような気はしております。この会社もともともしかしたら上場するかもしれないって言われていて、でいたんですけれども、まあ、このコロスケウイルスの影響下において、もうあっという間ですよね、あっという間にこうやって潰れていってしまうっていうのはいう現状を見るとですね、まあ、事態は相当厳しい感じがするなというような気がいたしました。まあ、ちょっとね連日こういったニュースばっかりなんですけれども、とにかくね一日も早く、まあ、皆さんこう、ね、日本中が明るくなるような、ね、ニュースが出ればいいなというふうに思っております。ということでね、今日は、ファーストキャビン倒産の話と少しね、これのちょっと概要について触れさせていただきました。またね何か情報ございましたら、どんどん発信していきたいと思います。今日は以上です。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。